いってらっしゃい。皆さん、どうしました？どうしたのかと聞いているんですけど。私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか？私でよければ仲裁させていただきますが。最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです？私が太巻きで、カツネがラーメン、ヤニューちゃんがスルメで、ヒバリちゃんが甘いもの。本当にバラバラなんですね。わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。この辺りならどれも売っているはず。あら、どうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。なるほど、不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。完了いたしました。これでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。やった。その上で私なりに調理してみました。名付けてスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし、同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でもせっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って、あれ、これは意
外といけます。そうでしょうそうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、多大な評価ありがとうございます。新しい技をひらめきました。